SG-10002 は1984年7月にセガエンタープライゼスが発売した家庭用テレビゲーム専用機である。価格は1万5千円。同社の SG-1000 のマイナーチェンジ版。本体が薄型化され、つなげればホームパソコンの宣伝文句が象徴するように。 別売キーボードの SK-1100 を接続した時で A アウト的に統一感の出るデザインとカラーになっている。これに合わせる形で SK-1100 本体のパッケージ側面に表記されたパソコンシステムの画像が SG-1002 の画像に変更になっている。また標準で2個付属となった専用コントローラ SJ-150 は双方とも着脱式となり、 コントローラの形状も変更され、レバーを取り外せば、パッド状になり、本体側面に設けられたスペースに格納できる点など、ファミコンのコントローラを意識した形状となった。なお、つまみをつけると、パッドが、レバーになる仕様は、当初はコントローラを横持ちの他に、従来の縦持ちでも使えるようにした、配慮の結果である。初期に流通した SJ-150 は、 方向キーの反応が鈍いという不具合がある。末期にはゴム製の楕円形のボタンを樹脂製の丸ボタンに変更したコントローラー s j 百五十一をリリースし、それを同梱した本体も短期間だが流通した。先代 SG-1000 にあったカートリッジスロットの強度不足問題や一部に存在したマイカードソフトの動作不具合、コントローラ端子の5ト供給問題は、 本機で全て解消されている。なお、SG-10002 と同形上で、トップパネルにセガのロゴと商品名の代わりに CGC ホームテレビゲーム遊びの天才の表記がある。本体も見つかっているが、詳細は不明である。SG-10002 も SG-1000 同様、いくつかパッケージや本体外装や基板設計が変更されている。外観的には、差はわずかで、 底面のゴム足が5個、または6個といった具合の変更。同梱のコントローラが SJ-150 か SJ-151 であるくらいである。ただし内部は基板設計が幾度か大幅に変更されている。主な相違点を挙げると、が存在している。なお、セガカスタムチップ搭載機種に限り、要改像ではあるが、RGB 映像出力が可能である。 一部ロットのパッケージや本体購入時に同梱されているチラシには赤いゴムボタンの SJ-150 を装備した s g 1 0 0 2が使用されているが、これは撮影用に着色されたタイプで一般には流通していない。後継機のセガマーク3発売後は当機がマーク2と呼称されることもあるが正確な名称ではない。ありがとうございます。